皆さんこんにちは。今日は映画に出演していた俳優が薬物使用で有罪判決を受けたことを理由に助成金の交付が取り消されたことが問題となった再犯令和5年11月17日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。映画制作会社のスターサンズは宮本から君へという作品を制作し、2019年3月に独立行政法人日本芸術文化振興会から1000万円の助成金が交付されることが公表されていました。ところが出演者のピエール滝がコカイン使用で有罪判決を受けたことから日本芸術文化振興会の理事長は助成金を交付しないと決定しました。そのためスターサンズは助成金の不交付決定の取り消しを求めて提訴しました。第一審はスターサンズの請求を認めましたが、原審は問題となった映画の制作活動につき助成金を交付すれば薬物に対する許容的な態度が一般的に広まり助成制度に対する国民の理解が得られないとしてスターサンズによる決定の取り消し請求を棄却しました。最高裁は次のような理由で原審を破棄自判しました。本件助成金については振興会法や補助金等適正化法に具体的な交付の要件等を定める規定がないこと、芸術の創造または普及を図るための活動に対する援助などにより芸術その他の文化の向上に寄与するという本件助成金の趣旨ないし日本芸術文化振興会法の目的を達成するために限られた財源によって賄われる給付であること、上記の趣旨ないし目的を達成するためにどのような活動を助成の対象とすべきかを適切に判断するには芸術等の実情に通じている必要があることなどからすると、その交付にかかる判断は理事長の裁量に委ねられており、裁量権の範囲を逸脱しまたはこれを乱用した場合に違法となるものと言うべきである。そして日本芸術文化振興会は公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人であり、理事長は本件助成金が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ法律的に使用されるように努めなければならないことなどに照らすと、芸術的な観点からは助成の対象とすることが相当といえる活動についても本件助成金を交付すると一般的な公益が害されると認められるときは、そのことをもって交付にかかる判断において消極的な事情として考慮することができるものと解される。もっとも本件助成金は講演・展示等の表現行為にかかる活動を対象とするものであるところ、芸術的な観点からは助成の対象とすることが相当といえる活動につき本件助成金を交付すると、当該活動にかかる表現行為の内容に照らして一般的な公益が害されることを理由とする交付の拒否が広く行われるとすれば、公益がそもそも抽象的な概念であって助成対象活動の選別の基準が不明確にならざるを得ないことから、助成を必要とする者による交付の申請や助成を得ようとする者の表現行為の内容に萎縮的な影響が及ぶ可能性がある。このような事態は本件助成金の趣旨ないし日本芸術文化振興会の目的を害するのみならず、芸術家らの自主的な創造性を損なうものであり、憲法21条1項による表現の自由の保障の趣旨に照らしても看過しがたいものということができる。そうすると本件助成金の交付にかかる判断において、これを交付すると
その対象とする活動にかかる表現行為の内容に照らして一般的な公益が害されるということを消極的な考慮事情として尊重しうるのは、当該公益が重要なものであり、かつ当該公益が害される具体的な危険がある場合に限られるものと解するのが相当である。以上に設置したところは、本件要項に一般的な公益の考慮に関する定めがあるか否かなどによって左右されるものではない。日本芸術文化振興会は、本件出演者が出演している本件映画の制作活動につき、本件助成金を交付すると、日本芸術文化振興会が、国は薬物犯罪に寛容であるといった誤ったメッセージを発したと受け取られて、薬物に対する許容的な態度が一般的に広まる恐れが高く、このような事態は国が行う薬物乱用の防止に向けた取り組みに逆行するほか、国民の税金を原資とする本件助成金の在り方に対する国民の理解を低下させる恐れがあると主張する。このことからすると、理事長は本件処分にあたり、本件映画の制作活動につき本件助成金を交付すると、本件有罪判決が確定した本件出演者が一定の役を演じているという本件映画の内容に照らし、上記のような公益が害されるということを消極的な考慮事情として重視したものと解することができる。しかしながら、本件出演者が本件助成金の交付により直接利益を受ける立場にあるとは言えないことなどからすれば、本件映画の制作活動につき本件助成金を交付したからといって、日本芸術文化振興会が上記のようなメッセージを発したと受け取られるなどということ自体、本件出演者の知名度や演ずる役の重要性にかかわらず、にわかに想定しがたい上、これにより直ちに薬物に対する許容的な態度が一般に広まり、薬物を使用する者らが増加するという根拠も見当たらないから、薬物乱用の防止という公益が害される具体的な危険があるとは言い難い。そして日本芸術文化振興会の言う本件助成金の在り方に対する国民の理解については、公金が国民の理解のもとに使用されることをもって、薬物乱用の防止と別個の公益と見る余地があるとしても、このような抽象的な公益が薬物乱用の防止と同様に重要なものであるということはできない。そうすると、本件処分にあたり、本件映画の制作活動につき本件助成金を交付すると、本件出演者が一定の役を演じているという本件映画の内容に照らし、上記のような公益が害されるということを消極的な考慮事情として重視することはできないというべきである。そして前期事実関係などによれば、理事長は基金運営委員会の答申を受けて本件内定をしており、本件映画の制作活動を助成対象活動とすべきとの判断が芸術的な観点から不合理であるとは言えないところ、他に本件助成金を交付することが不合理であるというべき事情も伺われないから、本件処分は重視すべきでない事情を重視した結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる。以上によれば、本件処分は理事長の裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを乱用したものとして違法というべきである。よって現判決を破棄し、日本芸術文化振興会の控訴を棄却する。と判決を下しました。今回のケースで裁判所は、独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長が劇映画の制作活動につき
文化芸術振興費補助金による助成金の交付の申請をした者に対し、映画に麻薬及び向精神薬取締法違反の罪による有罪判決が確定した者が出演しているので、国の事業による助成金を交付することは公益の観点から妥当ではないとして、助成金を交付しない旨の決定は、その出演者が助成金の交付により直接利益を受ける立場にあるとは言えないので、理事長の裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを乱用したものとして違法であるとしました。宮本から君への映画が憲法上の表現の自由について考えるきっかけになったのは間違いないでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。